はい、どうもこんにちは、ハルバード共和国です。今日はですね、11月に発売されるホットウィルの情報についてやっていきたいと思います。で、前回の動画でね、最後に、11月単品販売ある情報がありますっていう風にね、話したと思うんですけれども、どうやらね、今月も単品販売がないということで、2ヶ月ね連続でないっていうのはちょっとね予想外だったんですけれども、まあ、来月にはねまた単品販売が復活するみたいなので、まあ、楽しみかなというふうに思います。はい、では11月に発売されるラインナップをね見ていきたいと思うんですけれども、アソート的にはですね、L プラス M ということで、まあ、ほぼ M アソートという内容になっているかなと思います。はい、で、まあ、先ほど話した通り単品販売はなしとなってますね。で、新金型が、上の3種類ですね。はい、テスラ、サイバートラックと、EK9 と、それからリーフ。この3台がね、新金型になっております。はい、では、早速見ていきたいと思います。まずは、テスラ、サイバートラックですね。はい、ラジコンでもね、以前出たかなというふうに思うんですけれども、で、今回ね、ザマックになってますね。はい、で、実はですね、まあ、余談なんですけれども、ドン・キホーテの方でですね、このアソート先行販売されてまして、すでにね、購入済みですね。はい、まあ、できればね、もう一台欲しいなというふうに思ってますけどね。はい、続いては99年、ホンダシビックタイプ R EK9 ということで、まあ、またね、魅力的な日本車が登場ということで、本来であればね、こちらの車はね、争奪戦になる、まあ、人気の車種だと思うんですけれども、実はこれ来月の単品販売の内容になってますので、まあそこまでねガツガツ買わなくてもいいのかなという感じもしております。まあともあれね、この車種自体はねすごく人気のある車ですし、まあ楽しみだなというふうに思います。続いては日産リーフニスモ RC02 ですね。はい、まあめちゃくちゃかっこいい車だなというふうに思うんですけれども、まあまさかねホットウィルで出すとはというね驚きもちょっとあったりしますけどね。はい、まあ、こちらもね12月に単品販売で用意されてますので、まあ安心してね購入できるかなというふうに思います。まあ結構ねリーフに関しては、初代のねリーフは結構好き嫌いが分かれるデザインで、まあ僕個人的にはね嫌いじゃないんですけれども、このね、まあ新しい方のリーフに関してはかなりデザインがねかっこいいなというふうに思いますし、こういったねレーシーな車はさらにねかっこよさが増すので、はい、まあ、ぜひねゲットしていきたいなというふうに思います。続いてはピクセルシェイカーですね。紫の車体ということで、まあ、個人的には赤とかね紫がすごく好きなので、まあ、実は先ほども言った通り、ゲット済みだったりします。はい、まあ、もう1台ぐらいもしかしたら買うかもしれないですね。はい、続いてはシミーローリンということで、前回ね水色的な色だったですかね。はい、まあ、今回は赤ということで、はい、実はこちらもねすでにゲットしておりますけれども、こちらもですね、もう1台、2台ぐらいね欲しいなというふうに思ってます。はい、こちらはですねサイコロが回るギミックもあるということで、まあ、ホットウィルファン以外でもね、欲しい方いるんじゃないかなと、手に取る、ね、方いるんじゃないかなというふうな、ね、ミニカーになっているかなと思います。続いては、ゼン&ナウの、21年フォードブロンコですね。はい、前回はブルーの車体でしたかね。はい、今回はオレンジということで、これもですね、ドン・キホーテの方で実は見かけたんですけど、担保がね、ちょっといまいちだったんで、スルーしてしまったんですよね。はい、なので、発売日、ぜひね、ゲットしていきたいなというふうに思います。はい、続いては、ドリームガレージ、67年カマロですね。はい、まあ、前回は白の車体でしたけど、今回はね、ゴールドということで、まあ、さらにね、豪華な感じになってます。まあ、ドリームガレージのね、セグメントなので、まあ、実際にね、こういったね、車があるということで、実物であるのはおそらく白の方だと思うんですけれども、はい、こちらもね、なかなかかっこいい仕様になってるかなと思います。続いては、20年、ジープグラディエーターですね。これが L アソートになってましたかね。はい、まあ、グリーンの車体ということで、ただね、結構出てるのと、プレミアムラインでもね、最近出たということもありますので、そこまで人気にはならないかなという感じもしますね。はい、続いては、カスタム18年フォードマスタング GT ですね。フォーミュラドリフト仕様で赤い車体ということでね。はい、まあ、個人的にはこのフォーミュラドリフト仕様もそうですし、このマスタングも好きなので、注目してはいるんですけれども、結構人気ないですよね、この類の。マスタングとかね、フォード GT とか、まあ、こういったものは結構人気
にならない印象なので、安心して個人的には買えるかなというふうに思ったりしております。これもね、実際ドンキで見かけたんですけど、担保がいまいちでして、スルーしてしまったので、ぜひね発売日ゲットしたいなというふうに思っております。続いてはダバンスネイターですね。2色目は赤ということで、まあ、前回もね購入してるんですけど、今回の方がよりね個人的に好きな配色ですかね。はい、まあ、これもねすでにドンキで、購入してるんですけど、もしかしたらもう1個ぐらい買うかもしれませんね。はい、日本語でね快速と確か書かれてあって、日本語が書かれているね珍しいホットウィルのミニカーの一つかなというふうに思います。続いてはロボレースロボカーですね。前回のものと比べると黒と白がね逆転していて、このブルーというかねグリーンっぽい部分も、色味がちょっとね変わっているということで、まあ、前回のものをね持っている方は、今回のも買って比べてみるといいんじゃないかなというふうに思います。続いてはマッドマンガですね。まあ多分これがね今月一番人気になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、日本をね、まあ、リスペクトしたような、リスペクトというかね、はい、なかなかホットウィルでしかね出さないようなミニカーなんで、これは争奪戦になるかなというふうに思いますし、まあ買えるかどうか難しいかなという感じなんですけれども、まあ、できればね購入したいかなという感じですかね。はい、続いては2019年アウディ R8 スパイダーですね。こちらがスーパートレジャーハントの車種になるかと思います。アウディのねこのオープンカータイプって結構人気がねないようなイメージなんですけど、個人的にはね好きなので、はい、ノーマル版をねぜひゲットしたいなというふうに思います。ラストはアストンマーティン177ということで、結構ね、かっこいい車なんですけど、今回はイマージェンシーとね担保印刷されてる通り、まあ、レスキューというねセグメントにもある通り、まあ緊急車両なんでしょうね。そういうのもあって結構ね謎車チックというかね、まあ、ちょっと不人気になるようなデザインになってるんで、まあ、これがねどう左右するかという感じかなというふうに思います。続いてはプレミアムライン見ていきたいと思います。まずはプレミアムコレクターセットのメルセデスベンツですね。その名の通りメルセデスベンツにスポットを当てたセットになっております。で内容はねこんな感じで、注目すべきはね右から2番目ですかね、ザウバーメルセデス C9、 こちらがですね、初登場となっておりまして、カウルのね脱着のギミックがついているということで、まあ、これはね注目なんですけれども、それ以外がね結構見慣れた車種ということで、特にね一番右、メルセデス AMG GT3 はねすでにプレミアムラインでね登場済みということで、まあ、ちょっとね魅力に欠けるかなという感じもありますかね。はい、まあ、このあたりが人気に、どう影響してくるかという感じかなと思います。発売の時期は11月6日ですね。価格は4180円となっております。続いてはチームトランスポートですね。はい、注目は、トヨタ GR スープラかなというふうに思います。これまで出たものとは違ってノーマル版になってますので、はい、過去に出たものとねちょっと見比べてみたいなという感じですかね。でトランスポーター的にはエアロリフト2つにキャリーオンで、コレクターセットと合わせるとキャリオン2台ということで、まあ、ちょっとね、もう少し工夫が欲しいかなという感じはしますかね。はい、発売の時期は11月13日で価格は2200円となっております。続いてはカーカルチャーモダンクラシックスということで、下の2車種ですね、ランエボ6と三菱 GTO、 こちらが新金型ですね。で、300ZX、Z32 とそれからプレリュードですね、こちらがプレミアムライン初登場となっております。まあ、日本車が今回も多めということで、まあ、かなりね人気のアソートになるんじゃないかなというふうに思います。発売の時期は11月13日ですね。価格は770円となっております。続いてはすでにね10月30日に発売済みのレトロエンターテインメントですね。はい、まあ、今回注目だったのは個人的にはですけども、スパイダーマンのマシンかなと思います。東映版のねスパイダーマンの劇中車ということで、これ実はね以前登場しているんですけれども、高値でね取引されていたりということで、まあ、今回ねまた登場してもらってですね、まあ、非常にありがたかったかなというふうに思います。はい、こちらもね1種類だけ個人的には購入したんですけれども、残り2車種もですね、なかなかかっこいいミニカーになっておりまして、 まだねおそらく3種類とも売ってる店多いんじゃないかなというふうに思いますので、はい、お早めにという感じですかね。はい、770円となっております。続いても、
すでにね発売済み、10月30日に発売済みとなっておりますテーマオートモーティブフォルツァホライゾンということで、フォルツァとかねグランツーリスモ系ってそんなに個人的に買う方ではないんですけれども、今回はこのデザインというかねカラーリングが、すごい好きだったので全車種ね、購入したという経緯があります。はい、どれもね、かっこいいので、はい、まあそんなにね人気のアソートではないと思いますので、まあ、まだね手に入るかなというふうに思いますので、欲しい方はねお早めにという感じかなと思います。こちら440円となっております。続いてはモンスタートラックということで、今月もねモントラが登場ですね。はい、まあ、結構ね最近モントラ勢いあるなという感じですけれども、今回の一番人気はおそらくねビッグフットかなというふうに思います。個人的にも欲しいんですけど、まあ多分ね買えないかなという感じですかね。はい、発売の時期は11月6日ですね。価格は770円となっております。続いては、マリオ系がね3つ続きます。まあおそらくどれもね10月30日に発売済みとなっているものなんですけど、まずはね4パックということで、一番右のですねディディと、このカードの組み合わせが初登場となっておりますね。はい、価格は3080円となっております。続いては、グライダーですね。はい、こちらの5種類でして、このズングリカイト、ワリオのねこのズングリカイトというグライダーが初登場となってるみたいです。価格は1320円となっております。でラストですねマリオカート、はい、こちらの、8種類となっておりまして、デイジー、こちらがですね初登場のものになっているかと思います。価格は770円となっております。はい、ということで11月発売のホットウィール一通り見てきたんですけども、最後にねキャンペーンの情報がありまして、ドンキホーテの方でね、11月13日午前10時からスタートということで、ホットウィールのね商品を1500円以上購入すると、先着3500名に、ゴールデンプロモカーのパープルパッションがもらえるというキャンペーンがあります。まあドンキはね最近結構ねキャンペーン立て続けにね、出してきているんですけれども、今回はね、コレクターエディションではなくて、ゴールデンプロモカーというね、はい、まあ、なかなか珍しいキャンペーンがあります。はい、まあ、そちらもねご確認いただければと思います。はい、ということで今回は以上になります。チャンネル登録や高評価等よろしくお願いいたします。ではまた。